和尚助けてよ。おや、どうしたんだい。大好評発売中、基本セット2019。ハレリアでは、ボイルカードやシングルカード各種取り扱ってるよ。君も早くそれらを試してライバルに差をつけよう。で、どうしたんだい。そうそう、今度ルール適用度競技のリミテッドのイベントに出るんだけど、そもそもルール適用度競技って何？デッキ構築もプレリリースとかと全然違うって聞いたし、もうわけわかんないよ。その辺はかなり複雑だからね、詳しく見ていこうか。それでは解説編となります。今回はグランプリ1話直前スペシャルということで、ルール適用度競技のシールドのデッキ構築手順について説明したいと思います。和尚、そもそもルール適用度競技とは何ですか？はい、まず皆さんが普段参加されているイベントっていうのは、これはルール適用度が一般というマジックそのものを本当に楽しんでいただくためのルール適用度になってます。で、競技というのは皆さんにスポーツとして楽しんでいただくために、ちょっと普段よりも厳しめに最低が出るルール適用となってます。これは例えばグランプリの初日であるとか、プロツアーの予備予選、プロツアー地域予選といったイベントはこういったルール適用で運用がされます。その際、皆さんに厳密にルールを理解していただいていること、あとは公平性を担保したりするためにもデッキリストを書いていただくということを行うようになってます。今回はそのデッキリストの登録について手順を説明していきたいと思います。それではルール適用度競技の時のシールドのデッキ構築の手順について説明したいと思います。保証お願いいたします。まずは大会のスタッフが配ってくれる物品がブースターパックが6個、あとはデッキリストが手元に届くはずです。で、まずはそのブースターパックが6個あることを確認してください。確認して問題なければデッキリストの方の使用者の欄、デッキの使用者の欄にご自身のお名前と PCI 番号を記入してください。お名前についてはカタカナで書いていただけるといいかと思います。記入していただきましたら、あとはヘッドジャッジの指示に従ってパックを開封していく形になります。この際に向かい側に座っている人とペアで作業を行っていきます。この場合ですと私と田村さんが2人でペアになって行っていきます。で、1人ずつ開封をしていきます。で、開封をする際には必ず向かい側の人に内容を簡単にで構いませんので見せながら開封をしていってください。内容に異常がないことの確認を2人でしていくという形になります。それでは実際に開封をしていってみましょう。ここまで2人の開封が終わりましたら、2人のカード封入式とデッキリストを一旦交換します。この後登録まで終わりましたらまた元の持ち主の方に返しますので、交換のそのものについては心配せずに交換をしてください。じゃあ交換をしましょう。はい、はい、じゃあ交換が終わったところでデッキリストの登録者の欄のところにご自身のお名前と DCI 番号を記入してください。それではここから向かい側に座ってらっしゃった方のカードプールの登録を行っていきます。これはお互いのデッキの内容に誤りがないことを、公平性を担保するためにお互いカードプールを交換してやっていく形になります。で、最初にすることとしてはカードのコレクター番号、カードの左下に書かれているコレクター番号の順番にカードを並べ替えていただきます。これをやっていただくとカードプールの登録が非常にスムーズに行えますので、ぜひご協力をお願いいたします。で、並べ替えていただいたらデッキリストの右側総枚数の欄に出てきたカードの枚数を記入していってください。それではまずは並べ替えていきましょう。色ごとに並べ替えていただくと、まずは白、青、黒、赤、緑、そして多色アーティファクトの順に並べ替えていただくと、おおよそのコレクター番号順になります。で、あとは各カードの色の中で細かくコレクター番号順に並べ替えていってください。はい、
それでは実際に記入の方を進めていきたいと思います。この左下に書かれているコレクター番号のところ、そしてカード封の総枚数の方に記入をしていってください。書くときには必ずいわゆる皆さんが書いていただいている数字で書くようにお願いします。例えば正の字のような感じでカードをカウントするような書き方はしないようにしてください。こういったものそういった形で書いてしまうと誰かが間違って書き換えてしまったりということもできてしまいます。そういうこともないようにお願いします。はい、それではカードプールの全部の登録が終わったらデッキリストをカードプール意識を持ち主に返してあげてください。はい、それではここからデッキ構築に入ります。デッキの構築時間はヘッドジャッジからアナウンスがありますのでその指示に従ってください。でデッキを構築してメインボードに入れたい枚数が決まりましたらデッキリストの使用枚数の欄にその枚数を記入してください。デッキに入れる基本土地等の枚数の記入が終わりましたらジャッジに提出をしてください。提出をした段階でデッキの構築が終了となります。それではデッキ構築時の注意点となります。皆さんこういったことに気をつけてくださいね。はい、まずは1点目、ヘッドジャッジの指示には必ず従ってください。パックの開封の順番とヘッドジャッジが決めている内容があります。それの指示に従わないとトラブルの元にもなりますので、そういったことのないように気をつけてください。え、まだ始めちゃダメなの？2点目は、周りの人とデッキの登録中、デッキの構築中に相談したりしないように気をつけてください。そういうことをしてしまうと、周りの人と協力しているようになってしまいますので、イベントの公平性っていうものが損なわれてしまいます。そういったことのないように周りに相談せずに自分だけでデッキを組んでください。よろしくお願いします。続いて3点目になります。デッキの構築中と試合中と同じ扱いですので、電子機器を使ったりということもないようにしてください。電子機器を使用してしまうとデッキの構築プランの参考になるようなページを見たりすることもできるようになってしまいます。公平性を保つためにも禁止されているという形です。最後に4点目、デッキリストの総枚数を書いていただいている際に、もし内容を間違えてしまったという場合については、必ずジャッジを呼んでください。また、デッキ構築中に総枚数の内容に間違いが見つかったという場合も、同様にジャッジを呼ぶようにしてください。ジャッジ、間違えました。以上がルール適用度競技のシーズンの時のデッキ構築と注意点になります。それでは皆さん大会頑張ってくださいね。バイバーイ。